ビソはビソ菌感染による馬、ロバ、ラバなどの感染症。ビソ菌は人にも感染し症状を示すことがあるため、人獣共通感染症の一つである。ビソ対策が施された馬の水飲み場馬や、ロバのほか、犬、猫、羊、ヤギにも感染する。日本での発生は見られないが、海外から侵入する可能性が心配されている。日本では、 家畜伝染病予防法における法定伝染病の一つであり、対象動物は馬。臨床症状の違いにより肺ソ、ビク空ビソ、ヒソと呼ばれる場合もある。グラム陰性無我法関菌であるビソ菌の感染を原因とする。東欧、アジア、アフリカ、中東、南アフリカなどで報告される。日本での発生は報告されていない。飛沫感染び感染により、 馬から人、人から人へと伝播する。感染様式は、馬同士の直接的、間接的な接触により、蛍光感染、蛍軌道感染、経非感染、創傷感染。病原体は、環境中で生存することができないため、病原体を有した動物との接触及び汚染された、分泌物との接触がクリセリンがあるいは血液を、添加した培地を用いて、菌を分離。 同定することが最も信頼性のある診断方法である。ストラウス反応、マレイン反応も診断に有用である。その他、CF 反応、エライザ、凝集反応などの抗体検査法が用いられる。鑑別疾患として、炭素、類単独天然痘、梅毒など。人では、サルファダヤ人、テトラサイクリン、セフタジジム、イミペネムなどが有効。 未治療の場合、100%に近い致死率を示す。馬は治療を行わず殺処分する。人用のワクチンは存在しない。輸入動物の検疫、常在地での馬、患者との接触回避、馬の殺処分により予防する。ありがとうございます。